はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第13章やっていきたいと思います。まあカミラ姉さん仲間になったんで、まあ王族系はやっぱり強いと思うんで、結構メンツも増えてきたな。なんか毎回そんなこと言ってる気がするけど、まあとりあえずそのままじゃ物語進んでいきますか。13章、失われた楽園。氷の部族の郷愁を撃退し、姉カミラを味方につけたミカミックスたち。凍った海を越えてようやく港町アミュージアにたどり着くが、そこは見るも無残な姿となっていた。アミュージアってそういえば歌を歌ってたイベントがあったところっすよね。トーマ王国編ではないのかな。てか普通にぶっ壊れてるし。こんなところで歌なんて歌ってらんないよ。なんてことなの、アミュージアが見る影もないわ。はい、戦闘でもあったのでしょうか。そんな、アミュージアは戦いとは無縁の町だったのに。私たちが白夜にいる間にこちらで何かあったのかもしれませんね。ん、こっちに誰か来ますよ。あれは誰。結構長い。お、陽子じゃないか。ガルーがぶっ倒れてる。そこの人たち来ちゃダメだ。この町は危険だ。近づくな。尻尾の生えた人がいます。かわいそうに。ひどい怪我だわ。さくら王女、治療頼めるかしら。はい、任せてください。え、夏祭り使うの。こんなんでさ回復できるんだったらさ、戦争で傷ついた人たちすぐ治るじゃん。傷がみるみる消えていくぜ。生き返った気分だ。ありがとう。大切な人、この恩は必ず返すよ。いえ、恩太なんて元気になってくださってよかったです。ねえ、あなたたちどうしてこんな怪我をしたの。誰かに命じられて戦いに来たのかしら。うん、違うよ。僕たちはただこの町に立ち寄っただけだ。ただ少し前から町の様子がおかしくなって、戦争もしていない兵士もいないのに町が一人でに壊れるんだよ。え、町が一人でに壊れるですって。そんなことあるはずないわ。けど本当なんだ。誰もいないのに建物や広場がどんどん壊れているんだ、行くんだ。欠陥住宅じゃねえか。俺たちもなんとか破壊を止めようと頑張ったんだけどよ、突然姿の見えない人みたいなやつに攻撃をされちまって。まさか、それってまさか。みんな大変だ。この町の外れで龍馬兄さんとマークス王子が交戦している。なんですって。皆さん急いで向かいましょう。戦いをやめさせなくては。おい、ちょっと待って。今戦いをやめさせるって言ったけどよ、お前たちってアンヤとベキヤどっち側の人間なんだ。見たところどっちの人間も入り混じっているように見えるが。アンヤとベキヤのどちら側でもありません。独立国家ミカミックスだ。私たちは戦争を終わらせたい側です。何、どちら側でもない。それなら俺たちも連れて行ってくれないか。え、でもいいんですか。きっと危険な旅になりますよ。うん、俺は群れるのは嫌いなんだけどよ。争いを終わりにするための戦いなら別に力を貸してやってもいいかなってな、錦。うん、もちろんさっき助けてもらった恩もあることだしね。このアミュージアは僕たち半獣人も自然に受け入れてくれるいい町だった。なのに戦争でこんなになっちゃうなんてひどすぎるよ。平和のためなら僕も喜んで戦うよ。ありがとうございます。お二人とも、あ、自己紹介がまだでしたね。私はミカミックスです。独立国家ミカミックスの王女だ。僕はニシキ。世界一美しい種族ヨーコだよ。重石を使って大きな狐に変身できるんだ。俺はフランネル。ガルーという種族のリーダーだ。重石を使って狼に変身できるぜ。へえ。狐と狼に、それは頼もしいですね。よし、それでは皆さん早速戦場へ向かいましょう。狼は頼もしいけど狐って言われて頼もしいか。マークス兄さんと龍馬兄さんの争いをこの手で止めないと。いまいちこいつの感覚がわからん。兄さん、お願いです。争うのはやめてください。あ、普通にいるのか。ミカミックス、まさかこんなところで出会うとはな。しかし争いを止めることはできん。アンヤは中立であるミューズ公国を攻撃したんだ。侵略者はこの手で倒さねばならん。なんてこと。
侵攻してきたのは貴様らの方だろう。平和だったこの町を破壊し尽くしたことを決して許さぬ。どういうことです？お互いに言い分が違うようですが。そうね。どちらも自分の利しか語らない。戦争とはそういうものよ。けれど今回は少し状況が違うわね。彼らの認識はどちらも正しいだもの。え？いい。さっき錦とフランネルから聞いたでしょ。街が一人でに壊れていくって。普通ならそんな話到底信じられない。けれど私たちは知っているわ。姿を見せず破壊の限りを尽くす存在を。それはあの国の姿の見えない兵。ええ、今の彼らにはそれが見えていない。自分がやっていないことが起こった時、相手の仕業だと考えるのは当然だわ。彼らはどちらも正しい、そしてどちらも間違っているの。けれど私には、いいえ、私たちにはこの地を破壊した真の敵を見ることができるはずよ。ねえミカミックス、あなたには何が見える？私は何も見えません。これは随分卑怯な手を使ってくれるな。侵略者はそちらだ、白夜の者。言いがかりはよせ。お前たちがやったことを認めたらどうだ。違います。この町を破壊したのは暗夜でも白夜でもありません。私たちを争い合わせるための見えない兵の仕業なんです。見えない兵だと？ミカミックス本気か？私は本気です。そう、私は真実を知っています。本当の敵はすぐ近くにいるんです。正面の広場、定まらない水面のような影、そいつがこの町を破壊した真の敵です。何？真の敵だと？しかしそんなものはどこにも。はい、今は見えなくても構いません。それでも私たちはそいつと戦います。そして本当の意味でこの地での争いを止めてみせます。邪魔をするのならたとえ兄さんたちでも容赦はしません。さあ皆さん行きますよ。こんな二人はほっといて。そうだよな、こんだけ人数がいると外れるやつも出るよな。ギュンターそろそろいいかな。これでいくか。あとはちょっと防塵をどう組むかだな。あーどうしようかな。これ何、マークスとかいるじゃん。どうすんだ、クリムゾンもいるな。まあいいか、とりあえずこのまま。おっとっと、ドーピングをしないとな。ドーピングもな、ちょっと全員分きついけど、まあドーピングしますか。てか微妙に足りなかったしまあいいか。全員分使うとな、1万5000くらい1回で消耗するからな。広い荒れ具合ね。瓦礫が散乱しているわ。でもあの瓦礫、戦闘に利用できるかもしれないわね。瓦礫を他の場所に配置すれば敵の通り道を塞ぐことができるかも。え、どういうこと？障害物はユニットを隣に移動させて取得を選ぶとアイテムとして持ち運ぶことができます。障害物を所持している状態で設置を選ぶと移動先の隣のマスに障害物を置くことができます。なるほど、なんだかよくわからん。とりあえずいけねえし、いけねえな。これ破壊とかないよね。ってことはこれだな、障害物多分。これを持とう。取得これで終わりかよ。主人公とりあえずこっちにくっつけて、さくらをここにくっつけて、匠をちょっと上げたいしな。横から来ないよねこいつら。大丈夫かな。だいぶ詰まってるな。そうするとまあいいか、これで OK。よし、1。相変わらずの1だな。敵がちょっといっぱいいるからスタートしちゃおう。あとはちょっとこいつらの、こいつ動かない。うおお、どうしようかな。敵衝撃か。これ真ん中、真ん中どうやっていくの。左右どっちかからか。飛んでいけそうな気もするけどな。
あ、飛んでいけんな。主人公防刃組もっかな。とりあえず弓兵は排除しておこう。危険だから。ほい。いやー、でもな、やっぱりこれはあれかな、左右どっちかから攻めてった方がいいかな。悩みどころだな。こいつが瓦礫持ってんだよね。これさ、瓦礫ここに置くとさ、誰も行けなくなるし多分こいつどこまで来る？全然いいか。なんか飛んでるやつら正面に向かしてもいい気がするな。防刃組んでちょっと真ん中に上陸しようかな。本当にそのためにはちょっと陣形を組める形でいかないと。76、そうだな。おつえかわした。許してください。どうせこいつは全然経験値持ってねえかんな。よし、真ん中に進軍しよう。これはまずはこいつぶっ倒さないとそもそもいけない。来てない。よし、 OK。こいつを組ませよう。じゃあ防刃組んで、でさくらもやっぱ持ってきたいからな。防刃組んで、こう真ん中とかにいれば多分ダメージ食らわないんじゃん。でこいつはモズメと組もう。防刃組んでここら辺で、こいつも防刃を組む。誰と組もうかな。あ、匠だよ。匠連れていかないと。で、ここよし超貧弱部隊になっちゃったよ。まあいいか、頑張ってくれ。君たちはここで足止めをしてもらおう。ここにさ、瓦礫置いてさ、足止めして真ん中で戦ってればもういいんじゃね。どう、この作戦。援護する。痛い。遅いな。よし、瓦礫作戦どうだろうか。うわ、めっちゃくれ。弓兵で、とりあえずこいつ飛んでいきたいから、いや待って、先にこいつをぶっ倒しとこう。弓兵はやっぱり危険だから。黙らないですわね。不安要素は取り除く。うまくいきました。よし、であとはいつこう上陸するかだよな。ソシアルナイト、こいつもソシアルナイト。たまにね、この投げ槍みたいなの持ってるやついるかんな。スレンドスピア、そうだよな、多分射程2だなこれ。こっから攻撃すればいいんじゃないか。覚悟はできています。おりゃ、外した。ちょっと待ってね、ここに置いとこう。一応傷薬使おうっと。もうこういうのはどんどん使っていこう。これでいいや。ダメダメダメ。いいだもな、すげえ絶対的な強さはないな。手やりだ。そう、こういうの持ってるやつがいるんで痛い。厄介だよなーと。よし、主人公もちょっと上陸させよう。ちょっと待って、交代して、交代したら動けねえの、なんてことだ。弓兵は確実に危険だから、マジか。ちょっと一旦交代して、ここに設置しよう、ポコッとこれで壁役とかを作れば
いいんじゃないの。倒せる。倒します。おい、なんかおぼろ強えな。理由はわからんが強い。ガルーとかどうなの。倒せるやつをまず倒す。少し綺麗にしてから上陸したいからな。うわー、やっぱテオノはねミスるな。OK。ここにいてどうだ。大丈夫か。こいつらがどこまで来るか。うわ、結構いい射程してるな。一旦ここで、ここに主人公を上陸させるか。そうするとこうやってコツコツと敵を減らしていくしかないのか。今あれ、あいつ逃げてったよし。あれ、ここに行くと誰かが射程内に入るな。まあいいか。ちょっと綺麗。あ、上陸できてね。ただまあここら辺から攻撃をかけていくか。ほら、こいつもどうしよう。一旦ちょっと傷薬を使おう。減ってきたから。でこいつで倒そう。90%。まあ何だろう。 OK。 仕留めた。さてさてさて、もうここは待ってようかな。じゃああいつら上の方に来たな。主人公ここで上陸させて交代かけよう。でこいつジェネラルか。マジか。あいつら頑張ってんな。ここに置いて次匠のいるこいつらを上陸させて交代。よし。一気に攻撃を仕掛けたい気もするけど、右から攻撃を。これでいいか。来た。スレンドスペア13。やっぱり食らうな。うわ、まあ、残念そう。まずこのジェネラル確実に排除しとかないと。お、よし、出た。18か、これで。29、全然違った。倒した。これでいいんです。よし、リライブ。さくらも上陸させて、あとこいつらがどこまで来るか。大丈夫だな。さくらを交代して杖で回復。よしよしよし、できればもつめにしたいな。倒せんな。完璧に勝つよ。つっつけ。槍は俺の方が上手だったな。よし、これで大体上陸できたな。このアーマーナイトは弓で倒せれば。てかマックス兄さんどこまで来れる。あ、全然動かねえわ。マークス兄さんほっとこう。情けはかけない。ほい、ほいっと。よし、これでいいんじゃん。あとは真ん中を制圧すれば俺の任務は終わりだ。来たー、なんか来たこれ何、ソシアルナイト。いっててててて。
パラディンだよ。こいつも上級職だ。匠17。さくらはちょっと回復させるからモズメは届かねえな。まあ、パラディンだったら結構経験値持ってるんでしょう。諦めません。暗い。いいね。で少し退避するか。こいつらがこいつ牽制だよ。匠を回復させておいて、この真ん中本当にいらねえな。真ん中っていうか、まず誰で攻撃するか。自分で攻撃したらもう終わっちゃうかな。倒せるな。なるべくだったらな、経験値稼ぎたいからな。まずはモズメで射程2から攻撃を仕掛けて。手荒れがねやっぱり弱えな。合成するか。誰かもう一人持ってたからな。これで匠で攻撃で1残る。しかも 60% か。厳しいな。外れた。じゃあさくらの、うおー、魔法も 72% か。うおー、かされた。でも D に上がった。さくらちょっと変えよう。もうこの魔法弱い。いやー、牽制すげえ強え。粘られた。結局俺が出しゃばらないといけないのか。よし、どうしようかな。左行こうかな。こいつらも少しレベル上げようかな。なんか死ぬ恐れがあるけど、まあいっか。死んだら死んだで、多分今真ん中にいるやつらが主力だからな。あ、来た来た来た。気を引き締めていく。おお、痛い痛い痛い。来たか。 2% とか。これ絶対さガード入っちゃうの。 2% なんて絶対かわせるでしょ。メーター使うだけ無駄だよ。さーて、あとこいつらがやっぱり結構射程あるな。さくら、匠だよな。匠をやっぱ上げたいんだよな。だから一旦ちょっと撤退して、ここだと攻撃ができない。手やりだ。弱い。やばい。ほい。手やりは確か追撃ができないはずだった。恐ろしい顔だな。おいとととと。匠。攻撃開始。消せばいい。消えな。どうってことないね。よし、あとこいつらがそこそこの射程を持ってそうだな。当たれば倒せる。よーし、こいつ攻撃力強えな、意外に。私たちは負けないわ。これだよ。いてー。よし、回復薬がいないからな、なんだかんだで。あとこのドラゴンのやつをおびき寄せて。たかだかドラゴンナイトくらいだったら俺の敵ではない。よし、あとはボス一直線だな。無駄だ。
だいぶ道が開けたな。よーし、次のターンで終わりだな。これ確実に勝負を決める。手斧、無駄無駄。46万のかヒットポイント、すげえな。最後匠とかで倒せるし、普通に最後匠で倒したいからな。くらえ、おい、やっぱり経験値は持ってんな。匠どこだ、いた。さてさて、これで中央上陸作戦がだいぶ功を制した気がする。おお、すげえすげえ。手斧、まだだ。私たちはまだ終わっていない。最後の一兵になるまで戦い続ける。こちらとて一歩も引かん。どちらかが全滅するまで戦うのみだ。まずいわ。本当の敵は倒したのに、肝心の二人の争いが止まらない。やめてください。兄さんたち、本当の敵は倒しました。これ以上争い合うのは無意味です。無意味だと？だが先に兵を引いた方は敗者となる。それが戦というものだ。この戦は続ける。どちらかが一方が生き絶えるまで。そんな、マークス兄さん、龍馬兄さん、歌い出した。この歌声は、まさかアクアか。アクアさん、一体何を、なんだこの感覚は。妙に清々しい気分だ。戦う意欲がすべて削り取られていくような。アクアさん、大丈夫ですか。大丈夫よ。私の歌には力があるの。まあ知ってるけどね。戦闘にはもう出れないけどね。この力を使うとちょっと疲れてしまうけれど。え、その力で二人を止めたというのですか。ええ、本当はあまり使いたくない手なのだけれど。龍馬、マークス、この町を壊したのはアンヤでも白夜でもない。たった今私たちが倒した姿の見えない兵よ。奴らがいなくなった以上、無意味な争いをすることは許さない。アクアに許さないって言われてもな。この地に平穏が戻るまで私は何度でも今の歌を歌うわ。それでもあなたたちはまだ争い続ける。お、なんか来た。兄さん、白夜とアンヤの空が入れ替わる日に無限渓谷の吊り橋に来てください。何の話だ。すみません、今はそれしか言えないんです。でも来てくれれば分かります。もし兄さんが来てくれればこの世界の真実を告げられます。私は兄さんと一緒に戦いたいんです、この世界を救うために。ザレ事を。待ってください兄さん。それからもう一つ。なんだ。はい、実はイザナ皇后に言われたんです、竜に会えと。この言葉の意味、マークス兄さんなら何か知っているのでは。たとえ知っていたとしても裏切り者に答える義理はない。神らしかとされてんな、すぐ後ろにいるのに。大丈夫よミカミックス、お兄様はきっと来てくださるわ。そう信じましょう。あれ、ミカミックス、アクアたちから話は聞いた。無益な殺し合いを終わらせ、白夜もアンヤも救う方法があるというのだな。はい、今はまだ詳しいことは話せませんが。ほう、肝心なことは何も言わずそれで俺に信じろというのか。すみません。面白いことを言うね。あなたはさっきの。私はクリムゾンだ。まあ戦ってないけどねこいつとは。シバリエ公国で反アンヤのレジスタンスをしている。あんたが子供の頃の話は龍馬から腐るほど聞いてるよ。戦わないで平和をつかもうだなんて随分アマちゃんな理想じゃないか。いや戦ってるよ、めっちゃ戦ってるよ。私にとって平和はなすべき現実です。甘い理想ではありません。思った通りいい目をしているね。龍馬と同じ嘘のない澄んだ目だ。いいよ、私はあんたのことを信じてやる。おい、クリムゾン、何を言って。なんだい。龍馬、ミカミックスはあんたの妹だろ。それだけで信じる理由になるさ。ありがとうございます。クリムゾンさん、ミカミックス、俺はまだお前に協力するとは。いいかい。これから私たちは一度、白鷺城に戻る。その間に龍馬を説得しておくよ。
クリムゾン、いい加減にしろ。龍馬兄さんはったら、クリムゾンさんが相手だといつもの調子が出ないみたいですね。国で待っている日の香姉さんにその姿見られないようにしなよ。分かっている。匠、さくら、お前たちも気をつけろ。決して死なないようにな。分かってるよ。はい、お約束します。約束はできない。あの、いつ誰が死ぬかわからない戦争だからな、これは。龍馬兄さん、一つ聞きたいことがあるんです。イザナコ王に竜に会えと言われたのですが、何か知っていることはありませんか？伝承でも何でもいいんですが。何？竜か。すまないが俺にはわからんな。ノートルディア公国の虹の賢者に聞いてみたらどうだ。え？虹の賢者？あら、それはいい考えだわ。賢者様は何でも知っているらしいから。ただし圧倒的な強者でなければ会えないという噂だけど。いや、今の俺は圧倒的な強者だ。そんな噂が。賢者様に会って戻ってきたものはこれまで4人しかいないの。1人目はかつての白夜王スメラギ、2人目は若からし頃のお父様、3人目は名もなき騎士様で、4人目はマークスお兄様よ。あ、マークス兄さんが。ではやはりマークス兄さんは竜のことを知っていたのでしょうか。わからないけれど、何か知っているような口ぶりにも思えたわね。はい、ノートルディア公国ですか。今はどんな些細な情報でも逃すわけにはいきません。早速行ってみることにしましょう。というところで、ここでは誰も仲間にはならなかったのかな。13章、じゃあこれで終了したいと思います。